モー・ウィリアムスはアメリカ合衆国ミッシュピッシッピ州ジャクソン出身の元バスケットボール選手。NBA のクリーブランド・キャバリアーズなどで活躍し、2016年にはキャバリアーズで NBA チャンピオンを経験した。ポジションはポイントガード。身長185センチメートル、体重84キログラム。モーの愛称で親しまれており、選手名も モーウィリアムズで登録してある。地元の村高校でプレーしたウィリアムズは、マクドナルドが選出するオールアメリカンチームやゲータレードが選出するミシシッピ年間最優秀選手賞に選ばれる優秀な選手だった。大学はアラバマ大学でプレー1年目から先発起用され、10.4得点に4.5アシストの成績で、 ザ・スポーティングニュースとサウスイースタンカンファレンスの新人王に選ばれた。2年目には16.4得点3.9リバウンドの成績でフリースロー成功率83.8%は SEC トップの成績だった。大学では2年間だけプレーし、2003年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。ウィリアムスはユタジャズから2巡目全体47位指名を受けて、 NBA 入りを果たした。二重目指名プレイヤーだったウィリアムスは20得点することもあったが、出場時間は安定せず、平均5.0得点の成績を残して、わずか1シーズンでジャズを去った。2004から05シーズンからは、ミルウォーキーバックスの一員となる。この前のシーズンに、バックスは先発 PG の TJ フォードを故障で、失っていたため、ウィリアムスは、 開幕から先発に抜擢され、10.2得点6.1アシストと成績を大きく伸ばした。翌05から06シーズンはフォードが復帰したため、控えに回り、さらに故障と体調不良に苦しんで24試合を欠場した。しかし決勝点やブザービーターを決めるなど勝負強さを発揮し、12.1得点の成績でチームのプレーオフ進出に貢献した。 シーズン終了後、フォードがトロントラプターズにトレードされたことで、再び先発に返り咲いたウィリアムスは、12月には、週刊 MVP 獲得、初のトリプルダブルを達成、17.3得点6.1アシストと、成績も大きく伸ばし、エースのマイケルレッドを怪我で書いたチームを支えたが、プレーオフ進出はならなかった。2008年シーズンオフ、 三角トレードの一環で、クリーブランドキャバリアーズに移籍した。ウィリアムズのキャバリアーズ移籍は的確な補強と評価されたが、中堅選手の一人に過ぎない、ウィリアムズの加入がキャバリアーズを劇的に変化させるとは思われなかった。しかし2008から09シーズンが始まると、キャバリアーズの快進撃が始まり、終わってみれば、フランチャイズ史上最高の66勝を挙げていた。 MVP を獲得したレブロン・ジェームズと共に彼と抜群の相性を見せ 3P シュート成功率43.6%と高い数字を記録したウィリアムズの活躍も高く評価された1月27日のキングス戦でキャリアハイとなる43得点を挙げオールスターには怪我をしたクリス・ボッシュの交代要員として初出場を果たしているチームも自身も 最高のシーズンを送っていたが、優勝候補として臨んだ。プレイオフでは、カンファレンス決勝で、オーランドマジックの前に敗れた。2011年2月24日、ジャマリオムーンと共に、バロン・デイビスとの交換トレードにより、ロサンゼルス・クリッパーズへ移籍した。2012年6月29日、フルスのユタ・ジャズに加入。2013年8月8日、ポートランド・トレイル・ブレイザーズに移籍。 2014年7月30日、ミネソタティンバーウルブズと契約。2015年1月13日のインディアナ・ペーサーズ戦では、自己最多の1試合52得点を記録した。2015年2月10日、ゲイリー・ニールと2019年ドラフト2巡目、指名権との交換で、トロイ・ダニエルズと共にシャーロット・ホーネッツにトレードされ、移籍した。2015年7月6日、 クリーブランドキャバリアーズと2年430万ドルの契約を締結。4年半振りのキャブス復帰となり、自身のツイッターでも喜びを表した。そして2016年に念願の NBA チャンピオンを経験した。シーズン終了後に一度キャバリアーズとの再契約に合意したものの、トレーニングキャンプ開始前の9月26日に心変わりし、引退を表明した。 ありがとうございます。